どう、バロン・ですえ。続きましてはですね、あのー、新崎職人が、革、あのー、っていうものね、シール、ものすごく大変なんですって、まあ、高くもなってきてるのもあるんですけども、やっぱり元は生き物なので、も,もったいないか、も、ありとあらゆる革の部分をうまく使って、今度、小物とか、ね、作ってるんです、でその小物をまあちょっとプチ自慢してもらおうかなと思って、動画の方、カメラ回させてもらいました。それではご覧ください。 今度の,の見させてもらったあの革製品、お財布とか小銭入れ、もしくは靴べら用のやつとか、あと1個ワンポイントのアクセサリーとかいろいろありますけど、ありますこんなんもうみんな、新崎さんが余裕で作れるとということですねまあ一部、ちょっとあのうちの弟子くんが作ったものも並べてはいますけど。うんうんうん えとあと私じゃなくて先代がやったものもありますけど何ん、うん、かちょっと教えてもらっていいですかどれを教えましょうね、うん、いろいろあるじゃないですかそこいろいろありますねうこれはえっ、ー、とこれは牛革のエナメルあエナメルかナメル昔流行ったこういうガマ口の大きいタイプです、ね、もう先代が仕入れたこういうものがものすごくたくさんあって、ねうんうん で、まあ、使おうということで、<laughs> うん、で自分たちでちゃんと使って、<で>えとまあ、お客様に喜んでいただくという形でこうやってますけど、うん、ちょっと財布としては大きい財布のタイプです、ね、まあここ最近でいうと、あの通帳も一緒に入れたいとか、そういう人たちが。 買っていいくのが多いかな,なるほど、ね、これ一つでこうお外出たいぞっていう、うん、もう忘れないということですねそうそうそう他はそうですねおしゃれタイプの小銭入れまあ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 ,あの通常こういったものってこう裏地がなかったりとかするんですけどうちは裏地もちゃんと切ってこうやるような、うん、開くんです、ね、全部開いてしまうとこういう一枚なんですけど、うん、なるほどこれはもうあの 受産施設というかうん、うん、そういうところでもこう使ってるような型紙あのとある受産施設うちの型紙を使ってるんですけどこのやつをああいいですね、まあ、最後靴作って、うん、ほんのちょっと皮が余ったよ、うん、まあそういったものただ捨てちゃうとまあもったいないんで、うんえー、こういったものにして、うん、あそれ僕買いますよああありがとうございます,いますこ,れこれ別にこのね小銭として使わなくても例えば鍵とか。 <で>入 USB 入れとか入れる、まあなんかね。入れる、まあもろもろ、なんか使い方はまあ無うん、うん、これおいくらですかこれは2500円。はい、あとでお金支払いますね。2500円。これ買います。あの、僕、これから大事にタカちゃんが作ったやつ、使いますと。これ、いいですね。これ、なんかなんか。三角っていうのはまたおしゃれでいいですね。三角、ちょっとね、あの、かわいいよね。うんうん。もう小銭入れではなくて、僕はキーケースとか、いろいろ。 あのデスクの鍵とかいっぱい持ってるんで、<ー>それをガチャガチャせんでしまえるのにちょうどいいかなと思って、うん、買わせていただいて、ほか、うん、何かありますか、アクセサリーとかいろいろ下のほう、小さい財布とか、ねうん、ちっちゃい財布、うんうん、ジッポあれは趣味ですよね、ジッポ、まあ売り物でもあります、ね、うんすね、あ、そうなんですか、これ、タカちゃんの仕入れたんですか、これ、そうですあの、ちょっとずつこう、ちょっと古いやつを見つけたら、仕入れてくるい。<え>おそれ何年生とか,かるんですかこれは、あのー 詳しくはインターネットで調べてもらえば分かるんですけど結構80年代とか80年代の頭の方うちのいつも取材してるリペアスタジオフクロウの前崎職人もじっぽが大好きであらららららめちゃんこ持ってんすよいいやつああなるほどそういう人ね多いですよねなんせあのせボトムのデザインとかそういったところでこう 年代が分かっちゃうのがやっぱアメリカ製品。うん、まあ、よと,というか。あね、まあ、あとこれがうちの、えっ、ー、と、一押しのサンダル。サンダル。サンダル。ダルこれはどんな時に履くのがこれはもう真夏はもう、<夏>もう僕、真夏、ここ最近、9月いっぱいぐらいまでずっとこのサンダルです。うん、ああ。そのおすすめする他の理由いろいろ教えてください。えっと、ね、ここの、こう、うん。い履いてるこの、即、 測定の部分にこうクッションが入ってるのとそれからここちょっと見えづらいんですけどここの上のところにこうクッションが入っててで痛くないのとあとフィット感がこうちょっと出せるでここでこう長さを調整して履いてだくような形なんですけどへえ結構工夫して作ってますねこれは中学生の弟子くんと一緒にこう作ってえっと今年 えーと、何足打ったかな5足56足作ってますねあこれもオーダーメイドってどうですかオーダーもできます<ー>えと上のところをこう赤にしてくれとああなるほどねここの測定は何色にしてくれとか,あーそうか色合いあそうかそうそうそうあと靴底も、うん、えと選べますああなるほど、ね、こっちは、えー、とほとんどのもの、えー、とお外に出るのはもうビブラムさんのもの合成底はビブラムって決めてるのでそういったもの 例えばですけど、うちで買ったもの、うん、あのその辺の遠方の方が買われたときにお直しに出したときに、うん、ああちゃんとしたものを使ってるねと、うんうん、そういった形でこう、まあ、直しやすい誰でも直しやすいものっていうのをこう目指してこう作っててるのでうん、うん、そこまでで考えてるんですね長く履いてもらうためにたとえ自分のところでなくてもその人が恥をかかないような製品うん、うん、素材を使って、ね、直しやすくしてもらう。うんうんうん 長く履いてももらうためですもんねそうですねあの直しながらこう履いてもらって、うん、えー、まあ長くその人とこう付き合ってってもらって、うん、うちのものを愛してもらえたらな、うん、あ,あなるほど、うんまあ、この大量消費社会の中で今新崎さんがやっておられることってすごく意味,意味深くなってきてると思うんですけど、まあ、逆光してるよね、うん、その逆光が鮭、まあ、と一緒でいいんじゃないですか まあ、さと一緒かどうかは分かんないけど。嫌 <laughs> なんかい、その表現が。頑張ってるやんなやね。い,いや、だっていくら落としていくんやで、ね、意地で。ああ、まあまあまあ。ねあ。そうか,そうか、そうか。次に繋ぐために死にに行くんやで、ね。ああ、まあ、ね。海にいればいいのに。<laughs> でしょだから赤ちゃんも死んで、ね、先代家受け継いだの3代目の,その中学生のね。 まあ、中学生はならないと思うけどね。いや、継ぐかもしれないよね、心臓が。まあまあまあ、そうね、そうですね。そう,ねそういう意味では、そういう、こう、大量消費社会へのアンチテーズというかね。まあ、そうね、反逆で勝負していると、うん。やっぱり人がやってることを同じことやってもダメね。うん、ああ、なるほどね。うん、逆に反逆にでいいとそ。それだけはもうね。ああ、確かに。いや、すごい哲学的にいい話聞けましたよ。他にもう一個ぐらい、ね、いサンダル以外で。小物がね、いっぱいあるから、いろいろ CM がてら。 あれでちなみに、新崎さんのところで買ったやつを、例えば僕は大阪で履いてて、壊れたから、はい、もしくは破れたから、ここへ送れば直してもらえるわけですよもちろん送っていただいて、行き、ね、の運賃は、えーとうん、お客様持ち、帰りは私持ち、うん、みたいな形でこうやらせてもらうのが、じゃあ、いくらでもじゃあ、ね、ものがいいですから、いずれ使ってれば財布だろうが、ね、サンダルが傷んではくるけど、その交換、修理、リペアっていうものは。 全部できるから、ほんまのブチン切れるとか、激しいダメージにならない限りは長く使えそうですね仮にこのサンダルでもそうですけど、このサンダルであれば、こうアッパーがだめになったよそしたらアッパー作り替えて、また組み直して、奥て差し上げるとか、一応そこまでは考えて作られんですねお直しというか、がしやすいように。 といいいいう形にはしてす。話で最後1個ぐらい何か他はんかどんなんがあんのっていうのをちょっとねしてます。なるほどジッポ以外でねジッポ以外でねジッポはダメねうんジッポはもう出来上がってますからねこれちょっと自分で染めたカードケースあとこれえっとさっきの三角と同じようなこう作り方なんですけどえっと1枚をこうはとめでこう貸しめでこう留めてえ 作ったような。カードケース。そう、そう、映ってないですね。でも、はい、もう一回、え、うこう、こう、こう。あ、なるほどね、おしゃれ。中赤っていうのは、まいいですね。あの、色合わせはね、毎回考えております。やっぱ、おしゃれですね。あ、それ、けど、カードケースも中、見せてもらっていいですか、中。カードケース。うん。開けてない。こちら。あ、こちら。こちら。使いやすい系ですね。これ、使いやすい、もう。こう、ちょっと、抜ける、抜けて。取りやすい。あの、私も、これ。 これ私の名刺で、消、うん、え <laughs> って書いてある。同じですね、同型の。同じですね。うんうん、これがすごく使い勝手が良くて、大体、うん、名刺で言うと50枚くらい。うん、結構入ります、ね、楽に。どっかのパーティーに行ってね、紹介しても。 ばーっとこう。配れると。たくさん入れ、一回にこう入れると思うんで、皆さん。面倒、うん、めんどくさいですもんね。けど、うん、この抜きやすいのがいいですよね。抜きやすい。やっぱりベース。よくこう、ね、名刺皆さんこう出すときにね、こう、スッて出せなくて、こう、こんなんなりません。こうやってこうやってこうやって。<laughs> ね。これやったら、ね、くぼみ開けてあるから、こう、スッと一枚。これはもう、名刺出すときはもうスマートに。うん、ね。うん、そうこ,こまで考えてるんです、ね。そう。だちょっと大きめかもしれない。うん、あ、うん、ちょっと緩めにちょっと緩めにしてある。 あ今日カツカツで、こうね、うん、みっともないですよね、撮る前でそう、もう出せない、うん、もうこれ私もすごい困ったことがあって、うん、やっぱりこう、ちょっとゆとりだなと、うんうん、ゆとりが大事、うん、いやいや、どうも、ありがとうございますいや、こちらこそ、ありがとうございました <laughs> い,いや、いいやん、ヒカキンさん超えせなあかんからな、ね 仕掛けはもうもはや難しいぞいやそこを挑むのが俺たちやろなんで最初から諦めてどうすんのやらない理由を探すようなもんやでそれ何何それどこで買ってきなんのこれもらったあもらったんか動いていんや今動かしてんのそうそう取材の方始めたいと思います巻いたままでいいですかどうぞ